今日はラジオ聞いてくれたかな。保湿中、保湿。オッケー。ちょっと部屋が過去一散らかってる気がする。片付ける。今から夜中の片付けの前に一回髪の毛の前髪だけ乾かしていいですか。前髪だけ乾かしたら始めます。その夜中の前髪だけちょっと乾かしといて、あとの髪の毛後で乾かします。よいしょ。掃除？掃除したいんだけどね。よりよ、今のこの夜中からみんな今の おベッドにお入りになられてますよね。に入ってるの？家事はまだ大丈夫。机から片していこうか。わあ、散らかしたな、ずいぶん。間に合っちゃうんだよね。すごい散らかしてるな。よし、片付け。今日持ってたバッグどこやったの？あ、ラジオでごめんね。みんなと雑談しながら片付けすれば終わる。免許証みたいな写真でしょ。そう、それを結構意識した。さあ、どんどんどんっていう新曲がアップが2期ありまして、それをね、今更だけど実はね、結構配信中に歌ってたんだけど、みんな知るわけないからさ、楽しかった。なんだこれ、え、すごい、待って、これ。この前、そう、ママに財布を買ってあげたんですよね。その時の。ご利用明細がここにあった。
きゅうりも、どんどん言ってんなと思ってたって、あ、やっぱなんとなく違和感を感じてた人いたんだね、めっちゃおもろそうそう、だからさ、めちゃめちゃそのどんどんちょらいどん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 ハニーホーヘッドっていう新曲なんだけど、その新曲を練習してる時いっぱい配信で私どんどん言ってた、実はだからさ、楽しかった、そのどんどん言えたことが、勝手に一人で喜んでたんですよ、新曲出しちゃったとか、こう自分で言ってこう楽しんでました。Life is beautiful ね、 Life is beautiful 本当にさ、できてよかった、披露どうなることかと思いながら実はやってたからさ、 MV 撮影の時とか全員チケット売る時に歌ってたって、いやそうなんだよ、やっぱ覚えてる、ありがとうどんどん、あ、どん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 、あのどん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 は私じゃないんだな、そう、あれはうちじゃないんだよね、私はね、ちゃうのよ、発表してないけど、とっても素敵な方に曲を作ってもらったんで、ちょっとまた改めて言いますね。あ、徐々にやっと片付いてきたかも。やっとだね。真実をむき出しさすが君を救えるのは君だけで、踊る魔法にならなくちゃ、片付いてきた、ここが汚いな、ちょっと後で、ここは後でやろう、やだ、ちょっと本当に昔カジスティックの後にちなっちゃんがユロックなの歌いたいっていうのが叶ってよかった、よかったなんかね、確かに2期のロックってなかなかなかったっちゃなかったね、そうそう、意外とね、ロックもうちょっとかっこいい曲っていうのはもうすごく肝に銘じて作っていたから、それが叶ったな、よかったな、よし、次はクローゼットの中をきれいにしていきます。クローゼットは結構私汚くなっちゃうよね、なぜか、私服めっちゃ多いのよ、服がね、すっごい多い、衣替えすると冬服がやばすぎて、冬服ってめちゃめちゃかさばるじゃない、だからさ散らかっちゃうのね。デイリーボボイボイ、ありがとうございます。ハジーのバラードなんかいらないわ、いつ聴けるんだろう、本当だよ、
いらない話あるそんなしたくない、思い出の中にあたりから色あせてゆく、そんな気がして。履歴書、黒目大きいだってね。なんかさ、私さ、黒目ちっちゃいはずなんだけど、写真を撮るとさでかく感じるよね。なんでなの、なんでな。ちょっとあんまりガチャガチャすると夜だからね、うるさくしないようにしないと。これさ、自分の家はどうしよう。なんかいいとこに飾りたいんだけど見つからない飾りとこない。邪魔だな、これ邪魔だな、どうしよう。カラコン入れてるみたい見えたって。本当？カラコンっぽい。なんかさ、うちさ目茶色いからさ、カラコン入れてるように見えるときない？たまに。カジーの目な感じです。今日の目今日の感じどうですか。よし、私寝床にさお水置いといてるんだけど、今日も水置いた。なんでな、その水なんでなって思う。あ、ゴミ箱ください。いい女かな、本当。今日のアイメイクはちょっと暗めにしてみました。作りましたっていう言い方があった。なんだろう、部屋の汚さは心の乱れですからね。行きましょう。よし、絶対今日中に綺麗にしてやる、うん、決めた。火事だよみんな、あんま火事だよ。私の、ゆっくりでいいからちゃんと片付けていこう。よいしょ。今日中あと24時間。確かに。どうしてドキドキしてるのって聞かれたい。これで。ねえねえ、どうしてドキドキしてるの？なんで？よく言われるんだけどさ、声がいいよねって私は言っていただけることは結構あります。ありがとうございます。ちょっと特徴あるからね、やっぱそういうのは結構魅力になるのかな。なってたらいいな。水かねさん、こんばんは。ありがとうございます、見に来てくれて。
しているので見守っていってください。見守るっていうかこうお付き合いいただきありがとうございますね。一人でやってるとね結構ねうまくいかないので、皆さんこう見てもらうのが一番です。私はしてしまうときって真剣衰弱ですよね。本当真剣衰弱苦手だからさ、靴下がバラバラになっちゃうのが多いよ。気に入った靴下何足も買ってるだって。あ、でもなんかうち似たような靴下めっちゃ買っちゃいます、うん、結構似たような靴下買いがちです。やりがち。なんかなんか似てないみたいなのめっちゃ揃ってくるタイプ。まあ靴下って結構痛みも早いから意外と何個あっても困らないっちゃ困らないよね。よいしょ。テープ100均で買ったテープ、これをこれをこれ使います。機会があったら使いたいテープがいっぱいあります。ほう、何の略か知ってる？私は知らない。略なの？略じゃない。どうなの？ファン。なんだろうね。知ってます皆さん。皆さん知ってますか。ファン好きでいてくれてありがとうのファン、何の略なんだろう。ファンタスティックの略では知らんけどだって、え、めっちゃいい答えじゃん。そうしよう、ファンタスティックの略だ、絶対そうで、めっちゃ素敵それ、ファンタスティックの略だったんだ。素敵じゃん、めっちゃいいねそれ、ファンタスティック、なるほど。あ、ファンティック
くファンファンへファンファンファンナティックだって。へえ、見て、普通に正解だが、だってファンにファンナティックが、ファナティックが、あんたグレープ好き平和な世界普通に正解、どういうことだろう。あ、待って、マスク凝らして出ちゃった、マスクがショック。いや、イタリアンプリンみたいな、フリークとかと同じ。ありがとう、調べてくれた。フリークってなんだろう。いや待って、私って何、あれ何、これ何ってずっと言ってるよね。すいません、結構何も知らない女です、私は意外とね、あれ何、これ何ってよく言ってる気がする。つって、え、ファントムメナス、何それ、イタリアのプリンみたいなやつだって、何それ。ファンナティックよ、ファナティックよだって。うん、あの、調べてもらっちゃった、先生私知らなくて。わ、めっちゃいい匂いする。あ、いや、洗濯物ねごめんね、主語がなかった。さあさあ、今洗濯物をね入れてるところ、棚に耳を、私さ、バッグの中見て汚くしちゃう系女なんだけどさ、嫌いにならないで。嫌なこったかわいいシャケさん、フレークシャケフリークね、やばい、もうなんかバッグの中開けた瞬間絶望した。汚っ、びっくりしたんだけど、どうしてこんなに汚くなっちゃうんだろう、うん、あ、私も洗濯しないとなーって。わかる、私もね、あさって洗濯するつもりなんだ。そうそう、うん、決めてる、これはあさってできるだけね、持ちそうだなって思った時はできるだけ長引かせるよね。カレーパン買ってる私、いつだろう、いつ前じゃない、レシート出てきた急にいつぞやレシート、いつぞやのレシートが出てきた。マジ、あ、待って、これは危ない、ペンチリが出てきた、ペンチリ。最近知ったことってある、だって、あると思うけど、なんだろうな、最近知ったことは、あ、でもやっぱりおせちだわあの、おせちを私は12月31日に食べるものだと思っていたので、ここ最近で本当に衝撃を受けたのがそれでした。マジでびっくりしたな。北海道、まあね、北海道の人全員がそれやってるわけじゃないと思うけど、北海道きっかけでなんかね、31で食べるところもあるよみたいな感じらしい。で、私んちがそうだったよっていう
ね、本当にびっくりして、ね、ひっくり返るかと思ったマジで本当にびっくりしたんだから。最初さ、それ聞いた時さ、ご飯中だったんだけど、あまりにもびっくりしちゃって固まっちゃった、動けなくなったしばらくいや本当それぐらいやばやばでしたよ、びっくりしすぎて。地域によって空気異なるのかな。びっくりしたな、あれは本当に。ここ最近本当トップクラス、私の中でドトップクラスでした。びっくりしたよ、あれは本当に。よし、いいぞ、片付いてきたぞ。あー、お靴入れだな、はい、お靴入れが結構ないないんですよね、お靴入れ。北海道のおせち通販で見つけてこれだと思ったら売り切れ。でもさ、おせちは一気にさ、年末年始でガーって売れるから大変だよね、本当に、うん、買うのもママはさ、こう結構作ってくれているからさ、本当にありがとうって感じだけど、買うってなると結構前々からきっと予約とかしなきゃいけないだろうしさ。なんだこれ、姉ちゃんのライブに行った成績を見つけました私のところになんかペンライト置いてあるんだけど、やめてもらってまたペンライト買ったんだね、姉ちゃんは。やばい、これ学校変にめっちゃ綺麗になったんだけど、大丈夫、嬉しすぎて。私の地元の地域でお雑煮の具が納豆っていう地域があるのを知りました。あら、どうやって、おー、美味しそうだけどね、美味しそうだけど、どうやって食べるんだろう。入れ、まんまブワンって入れてってことだよね。すごいね、なんか新たな発見じゃない、それも結構な新たな発見だよね。すごくない、それ。私的には結構びっくりしてるんだけど、すごいね、そんな地域があるんですね。へー、面白いな。ペンライト2機のにすり替えるやりたい、やりたい。怒られるんだろうな。ゴミゴミ、あ、これ天獣ピーナッツの引き換え券、忘れないでしょ。これがなんだっけ、あー、これいるのだ。あ、これ作ろうと思ったレシピ、いろいろあるな。ゴミンゴバッグ、バッグはこうですね。書いたから一回水飲みに行こう、みんなで。福袋のそういうことで正解です。私の足音が響いちゃう、足音が響いちゃいますね。なんか私めっちゃ扁平足だからなんかわかんないんだけどさ、ペタ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 歩くらしいんですよ恥ずかしい。
しい。だから実家にいるときなんかすごいペタペタ歩くから、めちゃめちゃ私が家帰ってきたりとか近づいてきたりとかすると超わかるらしい。レーザーポインターがついたりこう。お水なう。お家はねスリッパ、ジェラピケでマリオのスリッパを買っていて、それを履いております。ペタペタ歩くカヌレさん、ペタペタさんだって、いろんなあだ名が、歩くとキュッキュッと音がするのって、ペタペタって音がするの。ハイアーチなんだって。何ハイアーチって。あ、そうな、あ、扁平足の逆でね。なるほどね。面白い、いろいろあるね。足音がしないんだけど、ハイアーチで結構足大変じゃない。で、扁平、あ、ごめんね、今から歯磨くんだけど、扁平足だから超絶足が疲れやすくて、歯磨き。歯磨き。お心よ、
時間を過ごしましたとさ。ねえ眠っ、まだ眠くないとかもすぎる。え、ほんとち嘘でしょ、ほんとち。ほんとちありがとう。ほんとち、じゃあほんとちがありがたいことにね、びっくりするようなものをくださって、すいません、ありがとう。ということで、ちょっともうちょっとみんなとお話ししたいな。いや、バレる、私がちょうど帰ってきた時にポンってじゃあ最近やっちゃったなくし物をねの話する。一緒に探してほしいんですけど、ごめんね、すっぴんで。もう寝る直前です。私いつもこんな感じです。寝ようって感じはい、寝る前の勝島です。今日ちょっと乾きが甘いからちょっと跳ねちゃった。てってちゃん可愛い、いただきました、ありがとう。なに恥ずかしいよ、ちょっと。じゃあみんなに報告、最近なくしたものですね。なんと家のじゃない、自分の部屋の電気のリモコンなくしました。助けてほしい。ちょっとさ、私なんかすごく便利だなって思って、電気がスイッチ、なんかリモコンで寝る前にピッてして消すの、なんかそういう文化がなくて画期的だなって思って、いつもスイッチを押して真っ暗の中さ、ちょっとどこが足踏み場どこだろうって思いながら寝床まで行くっていうのが今までの梶島システムだったんだけど、うん、前他の家電のリモコンよく踏め、よく覚えてるね。そうなの、ファイヤースティックっていう、あのテレビでネットが見れるやつ、あれもなくしたよね。もう見つかったの、ソファーの下にあった。だけど今でも部屋今片付けて綺麗になったのだけなったんだけどね、なんでだろう、助けてほしいよまたですよ、なくなっちゃって、めっちゃ困ってます。今別にあの子はね、電気のスイッチがなくなったとしても、まあ、そこまでね困りゃしないけど、布団の下でもさ、私敷布団だからいつも畳むのよ、畳むからね、ないのよ。洗濯機にじ、うわーやばい、負担の隙間の可能性、ちょっと待って、ちょっと負担の隙間説、ちょっとね、でもそうだよね、いつも私さ負担、あったらとか思っちゃったら今普通に、いやないよね、ない、やね、助けてください。どこにしまったんだろう。でもさ、いつも床にね、寝る前にさピッてやるから、もう次見つかったら、私がいつもリップをね寝る前に塗るのが
主流なんだけど、そこにも入れるってもう決めた、もう決めた、絶対に。そのなんか寝る時以外電気の消す時は元のスイッチで消す、もうそれは決めた、決めたの、今決めた。もうリップと一緒のところに入れればもう絶対になくさない、もう決めた。だから頼むから出てきてほしいです。いや、家の鍵とか自転車の鍵とかいつも同じ場所に置いてある。そうなんだよ、だから私家の鍵をさ絶対にこう玄関に置くっていうのを今決めた。玄関に鍵を、鍵なくすから。いや、なんか最後に使った記憶が2週間ぐらい前なの。絶風より前だよ。てか年明けちゃったのよ、なくしてから。困ったよね。やばすぎ。どこやったと思う？ね、去年の話だよね。いや、思い出せないな。どうやったらそんなになくなるか不思議だよね。本当に不思議。私なくし物多すぎてやばい。他にあると思う、なくしたって今思ってるもの。困ったな。ないのよ、いろいろ。激困り。こんばんは。あと片方しかない靴下入れがあるのね、私。それが結構もう袋なんだけどいっぱいになってきた。どこ行っちゃったんだよ。靴下は本当に謎ね。なんで靴下って片方なくなるんだろう。え、どうしてなのかな、教えてほしいです。笑ったらかわいそうかなと思いつつ、靴下片方袋靴下片方袋があるの。しかも USJ の袋なんだけど、普通はなくなんないのかな。めっちゃなくなるんだけど。洗濯ネットに入れるようにしたって。え、私も洗濯ネットに入れるんだよ毎回。でも片方知らない間になくなってる。で、片方ないなと思うてる時に靴下ボックスに入れるの。片方ない靴下ボックスに。そうで、片方を3つの靴内部靴下ボックスから探し合ってる時もある。で、なんか片方しかないのがないのが増えてくる。困ってます。あとなんだろうな、困ってること。でも最近やだなって思うことは結露はすごく嫌です、うん、困っちゃったなって思ってる。まあでもめっちゃだから掃除めっちゃしなきゃいけないんだよね。掃除めっちゃしなきゃいけないの嫌だなって思って。あ、シートがあるんだ。もう窓一面に貼るのかい。そういうのって大変かな。そんなことない。
ね、ビバホームなくない？ビバホームってうちの実家の近くに、まあ、近くってほどでもないけどチャリで行かないと絶対無理だけど、それぐらいはあったの。今ビバホームないからさ、ビバホームないとなんか何も生きていけないなって思ってる。ビバホームが欲しい。やあペッシュって。どうも。なんかちょっとさ、アングルやばいね。ごめんね。今こんな感じで喋ってたけどさ。寝る前です。カインズデイツー。カインズデイツー。あ、ジョイフルホンダ。あ、その3つとも知ってるけどないな。近くに。てか近くにお店ないな。なんか。まあ電車に乗っていくか、どこかにあるところにね。うん。それがいいよね、多分ね。ポケットからキュンです。え、何を落としたの？キュンです。100円ショップでも売ってるんだって。おー、100円ショップあったら近くにあるな。長崎屋ってなんだろう。スクイージー、水切るやつ。スクイージーっていうのがある。なんか悪イージーのなんか友達みたいな名前だね。店がないのは高級住宅だからって。え、っ私の家って高級住宅だったの？千葉県？そう、そうだったの。よくなくすものにマイクロチップを埋めるって、いいね、いいね。窓の下に貼るやつは結局乾かさないとカビるって。そうなんだ。めっちゃ私もうカビ掃除大好きなんだけど、もうなんかめっちゃカビ掃除してる。不安すぎて。 GPS、 なんかめっちゃ GPS つけたい。てか今つけたいのは財布と鍵、キーケースに GPS をつけたいです。靴下レーダー、あー作ってほしい。結露なんとかシートは結構大変だろうな。お風呂の水カビと最近戦ってるって。わかるんだけど、めっちゃわかる。私もね、めっちゃだから、ま、結構割と毎日ガシャガシャ磨いちゃってるかも。エアタグ、そう、エアタグを今度買っちゃおうかな。でもなんか世界の鍵とかなくしたことはないんだけど、家の中でめっちゃ探すことが多い。うん、超絶探しちゃうの。だから鍵は絶対に玄関に置きゃいいって分かってるんだけど、未だにできてないね。やりましょう、ちゃんと。うん、で財布もなんか大きいバッグを持ってる時とかガシャガシャ探すでしょ。心配性だから、この中に財布が入ってないかもしれないって思っちゃって、すごく汗をかくのね。うん、靴下って2つ結ばないだって。結ぶ、そう、だから結ぶ前だからなくなっちゃうんだよね。あの何、洗濯物終わったらなくなってるとか、洗濯に入れなかったっけとかなっちゃうんだよね。イヤタグ便利だって。やっぱり買うべきかな。1個買ったら世界変わりそう。何度も家に戻っちゃう。あ、私はそれタイプ。あの実家に住んでる時は本当に
じいちゃんが、あの玄関の近くなの、じいちゃんの部屋がね。で私が家出てくと、じいちゃんの、じいちゃん窓から手振ってくれるの、いつも。私はじいちゃんに毎回、一回家帰ってくるから、私が家一発目出た時は手振ってくれないんだよね。一回帰ってくるってなんとなく分かってるから、二回目に手振ってくるんだよね。うん、Y はエアタグ5個。え、何につけてんの、めっちゃ気になる。え、いいな、一個ちょうだい一個ちょうだいはやばいか。そっか、何個でも使えるんだもんね。そうだよね。その部屋でくつろいでた。あ、そうそうそう、その部屋でいつもくつろいでるので、よ、じいちゃんの部屋のそのソファーで爆睡して起こされてっていう生活を送ってました。ただいまって帰ってきて、じいちゃんの部屋のソファーにダイブとか全然してましたね。でじいちゃんはもう微動だにしないで、ソファーの下に座布団があるんだけど、その座布団で将棋をやってんのよ。で私爆睡するでしょ、昼寝するわけじゃん、じいちゃんのその部屋のソファーで。でなんか2時間ぐらい経ってるんだけど、じいちゃん静かなのよ。すっごいすっごい静かなのね。そう、寡黙っていうの、分かんない、な方なのから、そうそう、沈黙のだからそのソファの隙間で実家持って帰っちゃった系かな、もしかしたら。まあ、いつか出てくるよね、リモコン。そうだからね、私すっごい寝ててもね、起こさないんだよね。うん、でもね、あの本当にじいちゃんその部屋じゃない部屋で寝るんだけど、その部屋じゃない部屋で寝るときに、あの電気消さなきゃいけないでしょ。私がご飯食べてよく寝てたの、ご飯食べてすぐ寝てたの。だからご飯じいちゃんの部屋でみんなで食べるんだけど、ご飯食べてそのじいちゃんのソファーで寝て、10時ぐらいになっちゃってて、じいちゃんがもう寝るからって言われて、タンタンって叩かれて、あ、やべ寝ちゃったとか言って、いつも自分の部屋に帰っていきます、うん、そうそう。で自分の部屋に帰って寝て、朝起きるとパパが立ってんね、うちの部屋で。パパが立って、何してんだろうと思ったら、グフを机の上に置いて立ち去る、無言で。おもろ。でもなんか起きた時に誰かいるのって結構怖いよね。ああ夢じゃない、パパだ、ああびっくりしたってよくなってました。パピー、あ、やばい、こんな時間になってしまった。うちの家面白かったんだよね、結構。うちワンちゃんの生活みたい、確かにめっちゃ物。私は結構ね、寝ることが好きなの、寝るの大好きなの。沈黙家族沈黙家族おもろしい、面白い、おもろしいってまた言っちゃった、面白い。あ、皆さん、あともう一個、じゃあ最後に、この間社長とお話ししてる最中に携帯がなくなっちゃって探してたの、なんかバッグの中にあったらしくて、私ポケットの中に入れてたらしいの。でもポケットがブーブーってなって、あ、私ポケットに携帯入ってましたって言ったら、社長が、
や、さっき自分でバッグの中から携帯見つけてポッケに入れてたよって言われました。今入れてました。そう、私はバッグの、あの携帯がなくなってバッグにあって、あったみたいな感じでポッケに入れてたんだって。そうそう、それを私無意識にやってたの、怖くない？でポッケでブブってなって、あれ？ポッケに携帯入ってましたって言ったら、いや自分で入れてたよって言われて、しかもこのテンションで言われた。めっちゃ焦った。ああ本当にすいません、恥ずかしいなりました。はい、ということで皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。また明日配信いたしますのでぜひご覧ください。明日は昼夜かな、昼より1回ずつぐらいできたらいいかなと思っていますので、皆さんぜひ楽しみにしててください。よろしくお願いします。それではお手を拝借、せーの、以上です。リモコン探します。バイバーイ。ありがとう。